はい、ちょっとカメラ越しだとわからないかもしれませんが、ちょうど光が当たるところ確認できますでしょうか。こんにちは、茂木和也です。今回はトイレの床拭きにフォーカスをして掃除方法をご紹介していこうかなと思っております。トイレの床にはおしっこが原因の汚れと臭い、そして皮脂汚れがつきやすいということになります。ということで、それらの汚れとそして臭いをまとめて消し去る床掃除の仕方をご紹介しようかなと思います。メインで使うのはこちらです。クエン酸です。クエン酸を水で溶かして、さらにこちら、今回キュキュッと使いますけれども、台所用の洗剤を少し加えた液で拭いていくというやり方になります。では自作洗剤の方を作っていきたいと思いますけれども、まずはお水を用意します。今回水用意しましたけれども、お湯の方がいいです。やっていきますね。はい、一つまみこんな感じ。はい、パラ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 とで混ぜていくと、2.4 ありますね。もう十分ですね。十分いけます。なので、これで OK ですね。100g、桶に入れて、一つまみ。手の大きさの違いで、わずかに前後するかもしれませんが、だいたいこのぐらい、2.4 ぐらいになると思いますので、そしてそこに、キュキュッと、一滴入れます。一滴。あまり入れすぎると二度拭きしないといけなくなりますから、ほんのちょっと。ただこのクエン酸や食器洗剤もそうなんですけれども、基本的には混ぜて使っちゃいけないことになっているんですよ。だからもう混ぜる段階でもう自己責任の扱いになってしまいますけれども、そこはですね、ご理解とご注意いただきたいなというふうに思います。スコッティファインの洗って使えるペーパータオル、これにですね出して、別に何でもいいですよ。皆さんがいつも拭いているものをですね、この作った液に浸して拭いていくと。では拭く前に、そのおしっこが飛び散った汚れ、カメラを近づけてお見せしますね。はい、ちょっとカメラ越しだとわからないかもしれませんが、ちょうど光が当たるところ確認できますでしょうか。こういった状態がそこそこの範囲でついてますね。カメラ越しだと光が当たるところしかついていないように見えるかもしれませんが、結構の範囲で飛び散っています。はい、ではペーパーを絞って拭いていきますけれども、ホコリ取りはウェーブハンディワイパーで先にやっております。今回は手拭きで拭いていきます。はい、では奥から拭いていきますね。はい、奥の方から手前の方まで床拭きが終わりました。拭いた後に水拭きが必要かというところについては、私は必要ないと思ってやりません。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。